さあやっていきましょう。フェイトグランドオーダー。うっかり癖で今日のケリ姫とか言いそうになったけどさてさて、今ねプリアコラボが始まったこちらフェイトグランドオーダーなんですけども、昨日始めました。今いるメンツがね、メニューを開いて編成で霊気一覧、これで見れるのかな。最初のねチュートリアルのあの接待10連、決して星5が出ないあそこら辺で、このランサーの方、名前まだ覚えてないと、某エミヤさんがあとこの子、これなんていう子、ステンノ、なんかねビジュアルだけ見たことあるんだよな、なんかに出てた人なんかな。俺アニメの方のさ、ステイナイトとアリミテッドブレイドワークスしか見てないからな。フェイトの派生のやつとかもねあんまり詳しくないんだよな。プレゼントボックスで、あの1面をクリアしました。そこをクリアしないとプリアコラボのステージいけないんだったかな。はい、おっと、今回はキャスターでの限界ときたか。ああ、あんたらか、前にあったな。これはその最初のショーのクリア得点ですね。なんかさ、モブキャラっていうかさ、どのサーヴァントにもさボイスがあるのいいよね。さてだ、ですね、メニューを開いて召喚でいいのかな。もう早速やりますよ。お、魔法少女機構プリズマ構図ピックアップ召喚、日替わり日替わりってどういうことなの。あ、田中さんがいるでもこれどっちだろう、あの装備の方かな、それとも日替わりって、あ、ちなみにですね、このなんだオーブだか魔法石っぽいやつ、星晶石ですね。なんかね9800円入れたらなんかタダで160個だか150個ぐらい手に入りましたので、やっていきましょうか。10回召喚。どうなるかな。なんかさ、星5とかの演出ってあるんでしょ。確定ではないのかな。どうなるかな。まずはいらない、持ってるな。こういうねガチャをするだけの動画と思ったら大間違いだよ多分。まあちょっとはやるかもね、出たものによってかな。まだ全然ね、うちのユニットがキャラがいないんで、まあとりあえず出てくれる分にはありがたいけども、せめて欲しい4以上が欲しいね。これも普通のやつかな。ちなみにもうちょっとカットすることもできるけども、とりあえずじっくり見てこう。はい、あれどうした、押さないとダメ、あれどうしたどうした、おいおいおいどういうことだね、あれメンテ明けのメンテそれはなかったけども、まさかプレイ中の謎フリーズっていう。ああ、ようやく再開した。やった、出た、イリアスフィール・フォン・アインツベルン。スクショ。いやね、止まってたじゃん。止まってて、しかも、このキャプチャーの画面が一回落ちるって、やべえ、急いで、急いでっていうね、すげえ焦ってる状態で、今、みんなにはどっから見えたのかな。で途中から星5の演出のなんか虹色の状態だったんだけども、そこは多分収録できてないかな。やっぱね演出がちょっと違ってた。あれ名前が違うんだね、このビジュアルの子。違うキャラなのかな。あのセーバーに見えてさ、いろんなキャラがいるじゃん、それのように。あれまたどうしたの、詰まってるぞ、このガチャガチャ詰まってる。店員さん店員さん店員さん、これ叩けば詰まってるの取れますかね。なんなのここで乱数調整しすぎ、さっきこれぐらい止まっててさ
いきなり動き出してイリアが出たからな。早く出て、まだミュウは出てないんだから。まだまだ起きて、来た。しかし普通のかな、持ってない人だけども、うん、星さんか。ほうほう、まあでも、もう大勝利じゃないですか、イリア出たんだし。まあ強さの報道がよくわからんけども。そしてみんなの顔見せのトークコーナー、早く早く店員さん、このガチャガチャ詰まってますあれかな、誰から行こうか迷ってんのかな。ほら、あなた先行きなさいよ。私から、どうしようみたいな感じで早くして、もういい、全員一度にでもいいから。なんだねこれはちょっと FGO 新しい詰まり方、新しい止まり方してんの。まだ結局何分待とうとあの状態から復帰しないっていうな。まあゲットしたのは問題なくボックスに入ってるんで、入ってるよな、うん入ってるいやそこ入ってなかったらね、もう運営ボコボコですよ。できないけど。さてさて、いいっすね、お気に入りにしましょうか。決定で、いつの間にか最初からロックがかかってる。星5とかは勝手にロックがかかるのかな。おお、幸運が A、 宝具が A プラス。どんなもんなんだ実際使ってみると。今レベル1状態だからな。これ魔法少女姿になるためにはこの覚醒的なことをしないといけないのか。で、本来はゲットしたときに召喚。イリアって言います。小学5年生です。一応魔法少女やってます。はい、うん、私なんかが役に立つのかわからないけど、でも精一杯頑張ります。ルービーちゃんもいますよ。面白可愛くやっていきましょう、グランドマスター。おお、ルービーまで入ってんのはびっくりしたなじゃあパーティー編成で、まだねパーティーコストも大してねえからな。コスト16、お、ギリギリだった。おー、この画面にも出てきた。ちょっと強化しないとダメだよなさすがにレベル1だし。また不吉な画面が出てきたぞ。なんだねこの画面になると止まるのかい、フェイトは今日ひどいな。お、お、来た。大きくなったかな。どこの話ですかね。身長があったよ。かわいい。よし、とりあえず始めたばっかのステージだったら、これぐらいだったらいけるっしょ。これかな、プリズマ構図。何をしたらいいのかよくわからんけども。店員さん、このステージ詰まってますよ。なんだね、みんなやってるから詰まってんの。お、入れた。ボイスはさすがにここにはついていない。どのあたりのプリアの、おーい、止まるな。くそ、何重にも罠が張られている。魔女じゃなくて、まあ、この辺りのストーリーとかはね、みんなダウンロードしてじっくり見てくださいということで。これはあれかな、プリアの方の遠坂と、あと名前と忘れした、あいつか。そっちの話なのか、それともすげえこんなにイベントにもこういう演出入るんだ。
これはあの FGO のキャラクターたちとの会話だな。むにゃむにゃしてもらおうじゃない。こっそり起きていますね。さてどう絡んでくんだろう。ちゃんとストーリーとして絡みがあるのは面白いな。ただ単にイベントダンジョンみたいな感じで戦うだけじゃなく、初めて見る景色ですね。いろいろな時代といっても俺まだ1章しかやってないからな。さてさてどう出てくるかな。とりあえずねイリアを入れて一ステージやって、キャーどいてください。まさか飛んでくるのか。顔面に激突した。宝具でガードしたかな。おルビーだ。脳内再生するあの声が。よその人。いきなり喋るステッキが目の前に来たらそりゃびっくりすると。パカパーン。イリアが降ってきたのかと思ったらルビー単品か。あらこいつは誰だい。よいしょ。あれうまくタップできない。私をマスターごとぶっ飛ばしてくれたのはあれイリアいないの。こんな感じでイベントはなんだろう。おアイキャッチが逐一入る。プロローグが終わって、ほうほう、どうしようかな。このステージとりあえずやっていく。あ結構うわなんだなんかいっぱいあるぞ。いけそうなところが。とりあえず一ステージやるけども、ちょっとなんだろう、助っ人強すぎるのを連れてっちゃうと、すぐ倒しちゃいそうだけど、もう強い人しかいねえな周り。さて適当に連れてこ。ストーリーがちょっと長いんだよな。一人でプレイする分にはじっくりと楽しめていいけども、ちょっとねストーリーはね見てると面白いんだけど時間かかっちゃうから、どんなストーリーだったか気になる方はダウンロードしてプレイしてみようにしとこう。このレベルで倒せんのかな。まあサポートキャラがめっちゃ強いから大丈夫っしょ。セイバー、ここまでやんなくてもよかったかな。私以外のセイバーぶっ飛ばすとね、4つ目のエクストラ見たいからイリアが3つ揃ったところで打ちたいな。お、来た来た。任せ怖い。魔法書姿じゃないっていうのもまたいいな。ほうほう、いい感じですね。まあ、最初のステージだからってとこもあるけども。ちなみにスキルは自身のバスターガード性能アップか。あとは適当でいいかな。バトルはこの一戦で終わりっぽいから、ちょっと宝具を見る前にやっつけちゃったけども。ダメかと思ったよ。でも結構頑張ったし褒めてくれるかな。ほうほう、いいっすね。お、なんかいろいろ手に入ったぞ。なんだこの薄い本っぽいのは。で倒しましたと。この辺はもうスキップでもいいんだけども、俺は俺まだ見てないからね。多分このイベントステージをどんどん進めていくと、そのうち黒が手に入るってことかな。ほとんど聞いてない。だって魔獣育ててないもん。こちらの攻撃が阻まれているけども、なんだろう、大人の事情でここで倒すことはできない。
そうかそうかもうすでに手に入れて戦ってるから、もうこの状態でいるもんだと思ったけど、まだルビーしか来てなかったよな。そういえば変身してくれる戦車で引いたんだ、すげえな。あ、ミュウが、ミュウいつも捕まってんな。お、変身シーンがムービーあるか。あー、そのまんまかー何その辺、ちょっとムカついたわ確かにな、本来の世界観とまるで違うからな。ブリアもね、ドライの途中までしか見えてなくて、あのなんだっけ、麻婆ラーメンだかなんだか、あそこら辺を食べたぐらいまでしか まだ見れてない。録画が溜まってるから、これを機に一気に見ておこう。ストーリー長いからな。このクーちゃんってのは、あのランサークーフーリンのなんかちょっとパロってるキャラなのか、そういうわけじゃないのかな。なんか覚醒体になった時の金木くんみたいな尻尾が出たな、ムカデの。ここら辺ストーリーとかも全部実況していくと相当長くなりそうだなさてさて、まあ、とりあえずプリアコラボが始まって、で俺も始まった気にちょっとプリア出るかな、イリア出るかなっていうガチャだけやってみようと思ったけども、そこは見事クリアできたんで、今回で最終回でもいいんだけども、どうしようかな、単発にしとこうか、たまーにやる系か、それかイベントの時にちょっと短期集中型でやっておくかと思うけども、裏作業でやりたい部分もたくさんあるから。おガーダお姉ちゃんと呼んで。あっちのお兄ちゃんも出てくるかな。プリアキャラどこまでカバーしてるんだろうな。カーラさんよく呼ばれてるな。てな感じで、とりあえず今回はこれぐらいにしておきたいんですけども、なかなかストーリーが終わらないですね。ちょっと連打させてもらうからね、これね俺以外動画を見てるだけの人はね、全然読めてないと思いますけども、まあ、そこら辺はもう一時停止するか自分でやるかどっちかでよろしくって言ったあたりで、よし終わったと思ったけど、また続く、長いっすね動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方はページにある登録ボタンを押してください。PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。Thank you.